今日はあのなわさんの作品とか、やっぱり今後の展開について、私の方でインタビューさせていただくということでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、あのなわさんとま1、あ、番最初に会ったのが、実は浅田明さんに紹介されて、うん、あのまだいたいけなあの。青年だった時に、うん、あのこの人は素晴らしいからということで、吉田屋で紹介されたのを覚えています。で、その時に非常にまあみずみずしいドローイングをされていて、そのことを非常にフレッシュに感じたことを覚えています。 でその後まあいろんな展開をされて、うん、あのマテリアルだとか、まあ、今の私たちの知覚の問題それをさまざまなそのマテリアルを自分の中で通してその知覚のずれとか歪みっていうことを表すことによってあ現代的なあの私たちの知覚意識っていうのを表すということでとてもこうコンテンポラリなアーティストのイメージで出てらして、うん、やっぱり私はマテリアル使いのマジシャン。 で私たちのパースペクティブを、まあ、いろいろ変えてくれるマジシャンとして名和さんの,あの表現の特徴をそういうふうに捉えていたんですけど、まあ、東京都現代美術館であの個展をしていただいて、まあ、その展開を見せていただいたんですけれどもその時の名和、まあ、さんが本当にいろんな意味であの構成を考えてくださってあの本当に名和さんの全貌がその時に見れるような 古典だったとと思うんですがその時の時感想とかどういうふうにやるのとか、うん、なんか達成感とかどんな感じでしたそうですねあの東京都現代美術館はあのシンセシスっていって、えー、あの震災直後の2011年だったんですよね。で僕がちょうど創作をまあ発表し始めて10年の節目だったでちょうど それから今10年経ってあのちょうど今「サンドイッチ」っていうスタジオも10周年迎えた後で、まで、あ、本当にあの自分の創作の,あの全,全体の中でも東京都現代美術館の古典っていうのは一つの節目だったなと。でそれまでの,あの、まあ、大学でこう博士論文とか書きながら。 彫刻の方法論とそういうマテリアルの使い方っていうのをこういろんなこう自分なりのこう表現を立ち上げてそれをバンって全部をこう公に発表できたのがあの時だったのかなと。で、まあ、あの年にやっぱり震災があってで、まあ、日本のこう社会にもいろんな衝撃があってあの建築家とかアーティストたちもこう まあ考えが由来だというかこう、まあ、一つのショックを受けた年だったと思うんですよねでその後やっぱりあの僕自身も、まあ、無意識だったのかもわからないですけどやっぱりそこから新しい作品がそれまでにはなかったような作品がずっと出てきていて「ダイレクション」っていう重力で描く絵画とか。 フォースっていうう重力を視覚化するようなこうオイルが降り続けるようなこう止めどない状態ですね流れ落ちるオイルをただ見るだけっていうような作品であるとかあと地面からこう泡が出続けてフォームっていうこう有機体みたいなものを形成するものとかそのシンセシス以降にずっとインスタレーションとしてえ現れてきて。 で10年が経ったっていう印象でだからなんかそのフォ「シンセシス」っていう古典の以前と、まあ、以降と、まあ、大きくこう分かれて見てみるとやっぱりその社会の、えー、いろんな出来事とかこういう、まあ、環境と人の意識みたいなものが無意識なりにも作品に現れてたのかなっていうふうに感じます。で長谷川さんとその年にはあの犬島で あの瀬島さんが設計した「F ・ t テ e というところで「ビオタ」っていう作品を作っていてであの作品もやっぱりいまだにすごく僕の中で大きな存在として残っていて「あの銀座シックスで吹き抜けのインスタレーションをやるのもあの犬島の F ・ t テ e の「ビオタ」っていう作品からの展開をインスタレーションとして表そうかなと思っていたところですね。だからあの 直井君はやっぱりラグビーをされてたじゃないですか、はい、やっぱりそういうアスリート的なあの思い切りの良さというかあの根性っていうかそういうのがすごいなと私は思ったのは先ほどおっしゃっていただいた犬島で最初はトンネルみたいなものを作ってその通路をまあ2つの,あの中庭っていうか 出,た庭出っ張っっ張た庭があるのので、その間を繋げようって話だったじゃないですかで、ずっとそれを話していてで私がちょっとそれはやっぱり無理っていう話をした時にいきなり最後の本当にあの瞬間であの提案を出してくださって、うんまあ、私はビッグバンって名付けたんですけれどもライティングがすごく制限されるのであの華やかなライトを当てることができないそういう、まあ、エコロジカルな環境の中で何ができるかっていうことがあったんで、うん、あの一か所だけライトを使うことを許してもらってあの巨大な 本当にまあ,ある意味で中からいろいろなエネルギーが炸裂するような本当に宇宙とか生命の始まりのような形を作ってくださってでそれがまあだからそういう意味でとてもあの象徴的な物語の始まりにしてくださった。 でやっぱりその両側に、まあ、そういうふうに、まあ、ファウナとそれから何でしたっけもう一つフロ,ラフローラっていう,うその、まあ、動物とそれから植物層っていうことで非常に象徴的なあのものを作ってくださってでやっぱりあのそれを見た時にやっぱりこの人すごいなと思ったんですね。 で、割と物静かじゃないですか？まあ、ギャグも言います。けれども <laughs> で,どでそこでいきなり。あのすごい。あのパワーというか底力を見せていただいて。私は本当にこの人すごいなと思ったことをあの覚えてます。だから桃源郷っていうストーリーもあのあれを見て初めてその後の展開で。 あの納得のいく展開ストーリー展開が他のアーティストに関してもできたので、うん、あの作品はやっぱりとてもあのキュレーターとしてあの全体を作る私にとってもあれ確か2013年の3月とかに発表してたと思うんですけど、うんうん、その前の年のクリスマス 終わった後ぐらいだから本当に間際で、ね、京都の家でなんかお茶を出したっけどん,んか出してなんか出して <laughs> それでそのプランボツになったんですよ、ね、<laughs> だからボツになって年末年始の、まあ、スタッフとかお休みしてる中で 3D で作ってで年始、まあ、みんなで一気に作ったんですけど そそれから50日間であれ全部作ってるってい<そう>。だ <laughs> からそれがすごいなと思って。<laughs> って <laughs> やっぱりあのアスリ、これはアスリートパワーというか。50日間でよく設置までできた。そう。だからそれですごいなと思っていて、私の中でのアーティスト伝説がナオ君伝説になってるんです。いやはい。本当にどうやって作ったんだろうっていうぐらい。えー、ミラクルですわ。<laughs> ミラクル、ね、まあ一緒に仕事をしてくださったチームもまあ大変だったと思うんですけど、やっぱりあそこで一気にああの。 アンに持っっててきてくださったやっぱり名和のあの本当にタイトルが「ビオタ」って言って「うん、生物層」っていうのをテーマにしててうん、うん、でその動物層とか植物層、うん、あと、まあ、それ以外に「マイクロビオタ」っていう微,微生物層っていうのがあって、まあ、その生命全体をこう包括的に見ているようなあのインスタレーションだと思うんですね。 だか,らなんかこうあの作品自体こう人間が全然中心ではなくてなんか宇宙と生命みたいなその全体性を体験するっていうインスタレーションとしてはすごくユニークだしあとあの島でそれを見るっていうのがやっぱり良かったなと思って、ね、だからまあそういうなんかプランのダメ出しがある おかげで生ままれたってていう <laughs> そこは本当に僕も感謝してますね、うん、だから、まあ、私のやり方はやっぱりあの自分であのキュレーターとしてある意味でコミッションを受けているのでその全体のストーリーも考えてやっぱり最適なものを作るっていうことがやっぱり自分の使命だと思っているので、うん、結構アーティストには忌憚なくそういうお願いとか。 やっぱり修正もう一度考えてくださいということを言うタイプなんですけどやっぱり基本的な信頼関係があってやっぱりその作家の,の作品とか作風をまああ,のある意味でとても尊敬しているるのででそれができるんだと思って自分ではいますうん、うん、だから、まあ、若い人の場合はちょっとどうしようかなと思うことも多々ありますけれども最後はなんかある程度まで持っていけるっていう本当にまあある意味でアーティストとあのキュレーターの あのコラボレーションというかの一番いい部分があそこで体験できたかあの年ってあのフォームフォームも愛知トリエンナーレの「揺れる大地」ってテーマであのインスタレーションを発表したのもあの年ですし「うん、マニフォールド」っていって、はい、韓国の大きな地面からこう噴出するエネルギーみたいなものもあの年でしたし。 結構あの年はその震災の後の。なんかこういろんなこう。もやもやを考えていたものが。こうどんどん出だしている時期なのかなというふうに思います、ね。おそらく長くの身体とか。やっぱり考え方みたいなのが。あの近くの中で。あの起こっているいろいろなことを、まあ。 自分の中でアブソーブして、それを違う形で流出させるっていうそういうあのまあなんか一つのエネルギーの伝導みたいなことがあったんじゃないかなと私は思っています。だからすべて下からこう流出してくるような形で、あのある意味でまあ他のエネルギーっていうのを別のところにうまく誘導して外に出してあげる、まあそういうふうな一つの軌道が働いているのかなとも思いました。新生シ,シスの始まる直前に最後ギリギリで間に合わせた。 作品がスローンっていってこう瓦礫を集めて立ち上げて小さな男の子が座ってるっていうのがあってまあスローンって名付けて出して自分でもこうまあ衝動で作ったのであんまり意味が分かってなかったんですけどそれがその後2018年にルーブルの,あのピラミッドの中にまあ新しい形になって発表することもできて。 AI とかコンピューターとか新しい知性みたいなものと権威みたいなものを重ねてあの発表することができてだからなんか自分自身が結構こう衝動的に作ってるものってあ後からなんか意味が分かってきたり後からそういう社会とこうシンクロしてきたりするそれがアートって面白いなって思ううん。だから。 多分ノア君の身体っていうのはいろんなことをいろんなアンビエントを吸吸収収ししてている、る無意識的に吸収して溜め込んでるんでだと思うんです。だからそれが実はその先も続いていくような半歩先の未来を置くようなあのそういう出力になっていくでどんどん先につながっていくでその小さな男の子の話っていうのがありましたけれどもやっぱりあのあの犬島だと蓮君。 のあのイメージ、うんはい、だから初めてその彫刻が育つっていう何年か経って。うんうん、やっぱりその、あの長くないでを聞いたときに、やっぱり本当に面白いなあと思いました。うんそうですね。うん、だからレン君、今だいぶ高くなってる、だいぶるちょっとアップデートする必要がありますね。だから。そしたら、あの中庭から、<laughs> 中庭から、はみ出ちゃうかもしれない。<laughs> はい、本当に、そのくらい、もう、から八年ぐらい経ったのかな。ねうん だから成長する彫刻？アップデートしたいですね。ね、本当に、うん。なんか最近あのイタリアのカラーラでこう石、うん、石をの彫刻っていうのを作れるようになったので、うん、あのこう水ですか？カラーラのそうです。真っ白の大理石であの水滴を作ったらあのもう焼けずに <laughs> あの高級的に持つんじゃないかなと思って、それぜひ提案できたらいいかなと。そうですね。そうですね。うん そのシンセシス直後に「ダイレクション」っていうペインティングも書き出したんですけどなんかねあれもねこうあの時結構メルトダウンでこう福島のことがすごいみんなやっぱ社会的に不安だったじゃないですか。 ああいうなんか原,原子力発電の構造とかそのエネルギーの生み出し方とか人は何でそこに引きつけられるのかとかそういうことにも興味があってデブリがどうなってるのかって今でもまだ計測もできず科学者ととかかか想像すすることしでできなないいじゃその想像した時に、まあ、それがあのチャイナシンドロームみたいにずっと 熱,熱によって岩盤も溶かされて地球の中心に向かってずっと降りていくっていうのを想像したらそのと,とめどなく落ちていくっていうものとしてそういうフォースとかダイレクションみたいなイメージもあってそ,それでその重力とかあとエネルギーのことの関係と生命の関係っていうのもいろいろこう思いを巡らして得ている 地面から立ち上がろうとする力とかあとずっとこう落ちていく重力っていう力の、まあ、そういう急進性のある力の中で均衡が保たれて海の水平線があったり、まあ、我々が建ってたり建築があったりする、まあ、そういう風な見方をこうしてなんか建築とかあと舞台のパフォーマンスアートとかをそのあと作っていったっていうのがありますね。だからあの 建築家もそうなんですけどくは基本的に彫刻家じゃないですか、うん、彫刻家ってやっぱり重力ってものすごく大事なことで,そ,で、ね、そのことによって制約される表現が、うん、あの形が決,まられ決められてしまうことも多々ありますけれども重力を別の形に変換して考えることによって逆に言うといろんなメディアムに展開していける、うん、まあそんな感じがします。そううでですね、うん、アカデミックな教育で言うと あの僕も京都私立芸大に入った時に彫刻家ではまずそしたら、まあ、ヌードのクロッキーとかするとあの、まあ、骨とかその人のプロポーションの勉強ももちろんそうなんですけど重心がどこにあるのかっていうのを見分けて描くってすごい 難しいんですね。で、それそれを学ぶのがやっぱり、その彫刻家のデッサンの仕方なんじゃないかなと思って。まあ、あの一時期、その大学で書いてた頃は、その重心の点をあの最後書くようにしてたんですよね。だからこう人が立ってたとして、このこの人がこう柔らかい肉体を持った人が。 えー、重心を持っていてそ,のそこの垂線を下ろしてきたら地面のここの点であるっていうのが、うん、まあそれが見えるっていうのがすごく彫刻にとってはそのなんか自律的なバランスを保つための条件というかだ、まあ、から彫刻の見方って結構いろんな見方があって、まあ、もちろん文,文化的な文脈で見る彫刻も多いですけどその人体彫刻とか彫刻のその 形状そのものを見るときに重力とだから「ひるわえ」って言えばその重力の問題とかそのマテリアリティの問題とかでそれをあの彫刻の中の基本的な要素ということを、まあ、ある意味で出す構築しながら、うん、それを部分的に分けてで違う作品にそれぞれしていっている。 といいうう感じもあるかなと今思いましたそうですね、うん、だから近代の彫刻っていうのはそういう重心とかバランスとかその形とかっていうのをどうやって表現するかっていうことが追求されて、うん、で僕はそ,その次,次の彫刻を作るにはどうしたらいいかうん、うん、でその重力からどうやって解放するかっていうふうに、まあ、思考が向いてたんですね。そそれででのレンズで覆って、うん えー、一つ一つのレンズの中にその表皮を映像化することで重力から解放するっていう、うん、そういうピクセルっていう彫刻もその時に生み出しましたしあと 3D3D のモデリングによって彫刻を生み出すってなると、うん、もう最初から無重力の空間で造形の作業をするのでその無重力空間で生み出された造形と 現実のギャップとかズレみたたいななものが逆に面白くなったりするだから今回 G6 のインスタレーションなんかはそ,のそういう完全に浮遊した状態で造形されたものを本当に浮遊させるっていうインスタレーションなんですけどそういうなんかそのフィ,フィジカルなものと そのアーティストの中のこうイメージっていうもののこう一致している時とその逆にずれていることでそのリアリティのずれを楽しむっていうことも今はいろんな表現方法としてありえるのかなと思ってだからそれがデジタルになってもこうフィジカルとかこうマテリアルになったとしてもなんかそこのこうコントロールを。 どどういうさじ加減でやるのが面白いのかなということを今追求しているところですねで、犬島なんかまさにすべてをまず 3D で作ってマテリアルに置き換えていったので、うん、あれが本当に最初の大きなチャレンジだったのかなと思いますだからあの前もおっしゃってたと思うんですけどもちろん 3D 作ってそのまま成形するんじゃなくってご自分の手仕事で あの本当にあの細かいニュアンスを出していくっていうところもあってあの私たちからするとかなりこのオーガニックな形っていうかいろいろなエネルギー体とか流動的なものっていうことをあの表しながらあの本当にそれをまああの普通のこう構造体ではプロセスではできないような大きなマスをまず作ってそこからさらに手仕事で仕上げていくっていうその,まああの多層性がやっぱりな輪君のの あのご自分の手のクラフトマンシップマニュエラーと直感的なものと。それから最先端の技術を合わせていくみたいな。そのバランスが、なんかすごく見ていて、あの格好いいなと思います。ありがとうございます。あまり褒めすぎると良くないので、もうちょっとバックしましょう。はい。えうん。まあ、それは本当格好いいなと思いますね。そうですね。あとは、そのフォームっていうのは、あの長谷川さんのキュレーションで。 ジャポニズム、ね、あのパリであの大きなフォームのインスタレーションもさせてもらいましたけどあれもやっぱりああそこで僕が用意するのは水面とそこ泡の出口だけなんですよね。でその泡,泡の出る位置とそのこう空気の量をコントロールするだけでこうボリュームが現れてくると。だからその造形するんではなくてその 素材に任せてててその成長を見守るようなインンスタレーションとしてあの作っていました、うん、だからあれは中の、まあ、わずかな空調とか周りにどういうふうに人が歩くとか、うん、その日の気圧によっても違うっていうふうにおっしゃってましたよね,、うん、そねあそこら辺のうんちくをパリの人に話すとすごく驚愕して「うん、<laughs> おお!」とかいつも変わってますよっていうことで, <laughs> そ,で、ね、それは楽しかったですね脅かすのが。 気圧はあのやっぱり気象の気象情報とかでも気圧って毎日違ってで、まあ、高気圧低気圧って天気予報とかでは流れますけどあれって全部データであの今は見れるようになってるから、うん、まあそれでこういろいろこう読んであのさじ空気を多めに出したり少なくしたりするんですけど、まあ、なかなかその 読み通りにはいいかないですねそのその場所とかあとはまあ多分温度とか湿度もいろんなことが関係してるんだろうなとは思いますけど。うん いやだからまあ生命体のように生きてる彫刻ということもできるんですけれどもやっぱりまあ自分でセルフジェネレートしていくっていうそこのオペレーションでやっぱりそのプログラムがきちんとなされていて、うん、でもそのプログラムに従わないバグみたいなものが外の環境によって与えられていく、うん、で人の,あのビヘビアによってもあの影響される、うん、まあそういったようなことが やっぱりあのとても本当に今のコンテンポラリーな私たちを取り囲んでいるエコロジーの関係っていうのをあのうまくリフレクトしている作品だなとも思いました、うんうん、だからあれはやっぱりその日本人とまあ一つの自然エンバイロメントをどう表現してきたかっていうことが隠しテーマでもあったのであのそれが最後にああいう形であのまとめていただいてで多くの方たちが圧倒されるっていう形のエンディングにできたので本当に良かったですありがとうございます。うん とまた褒めすぎかと、ええ、ちょっと反省、<laughs> ちょっともうちょっと、はい。美を次の世代へ。二十七人のあらゆる分野の鑑定士が、あなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。まあ、私たち、私は本当に、あの、ブラックレインと呼んでいたんですけれども。あの、多くの方たちが、やっぱり、あの作品に対して。 ホースに対してすごくやっぱりあの感動されたってことがあってまあ本当にそのポンピドー・メスの,あのエマ・ラビーの館長ももうぜひすごくお金はかかるけど、うん、ぜひっていうことであのどの方も大変あの作品に向けてまあ関心を持たれたんですけれどもあれれについてはどう思われましたかそうですね、うん、あれは2016年にあのそれこそこの すぐ近くにある、ね、スカイでスカイの個展で発表して、うん、そのさっき話してた「ダイレクション」っていうペインティングを描いている時に、うん、そのキャンバスを伝って流れる絵の具をずっと見ながら何回も何回もその絵の具が流れていくんですけどそれが、まあ、実,こう実際空間に降り注いだらどうなるだろうっていうことを。 まあその本当に重力と液体の関係をダイレクトに表現できないかなということでえそのオイルをこう何度も何度も垂らし出してだんだんそのこうオイルがを流す距離が伸びていってでスタジオの中では高さが足りなくてでその前の駐車場に小屋まで作って。 6ースカイで出すとしたら6メーターが限界だったので六メーターのまずそういう落下実験っていうのを半年ぐらいやってましたね。でシリコンオイルっていう素材に大学院ぐらいの時に触れてその時にあのシリコンオイルに泡を出すっていうそのピクセルサチュレーションって言って新生説で発表しましたけど。えーそ シリコンウイルっていうもの素材に出会ったのは泡が消えやすい液体は何かっていうのを調べて出会ったんですね。っていうのはその泡が表面水の表面に満たして膨らんだのがフォームだったのでその逆に泡をいくら出しても完全に消えてしまう液体は何かっていうので消耗剤として使われてたんですけどそれがシリコンウイルだったんですよ。 でしかもその揮発しなくて、えー、温度とか、えーまあ、温度がこうマイナス三十度でもプラス三十度でもその液体の粘度とかこう特性が変わらないという強靭な素材でだから、まあ、これで何ができないかなってずっと思ってた素材だったんですねでだからそれをこう触り出してからもう十0年以上経ってたんですけど これをいつか大量にこう振らせないかっていうイメージだけがあってまあそのフォームも本当にそうだったんですけどね小さな実験で大きいこれを巨大な場所でできないかなみたいなイメージがあってそれが実現した一つの作品だと思いますしまああれやっぱドイツで発表した時にそのまあブラック・レインだっていうすごい批評的な見方がやっぱあるんだなというのは。 思った僕自身はそのブラック・レインとして最初表現しようとは思ってなかったんですけどう、はいうん、そのやっぱバイナリーコードであったり、えー、その情報がものすごいスピードで流れているようなものを目の前にただただ見ているような状況とか意識を表現しようとしてたんですけどあれがそれは日本人の作家で。 そのドイツで発表したときに、まあ、ブラック・レインというそういう批評的なやっぱり見,見方とか位置づけっていうのは十分あり得るんだなと思ってでうんそれもだから無意識なのかもしれないけどそういうところに表現って入入だから自分が、うん、生きてきた文脈の中に出てくるんじゃないかなっていうのは思いましたね。うん、だから 作品はやっぱりあの作家のまあ手を離れた途端あのいろんな解釈にさらされるわけなんですけれども「ブラック・レイン」っていうのを私がピーター・バイベルさんの艦長と話しているときにやっぱりそういう意図はあるんだろうかって言われてあ,あそうなのかと思いましただからやっぱりまあ一つはやっぱり言ってたみたいにそのやっぱりバイナリーのバーコードみたいなのもあるし。 でもう一つはそのあのモダニズムの、まあ、ニューマンみたいな垂直のジップということで、うん、まあそれに対する一つの、まあ、批評的なオマージュというのもあったと思うんですけれどもそれは私の方で解釈していたんですがやっぱりあのとうとうと流れていくマテリアリティしかも圧倒的に静かじゃないですか。感じっていうのは らるってやっぱりそのプロセスででいろんんな感情を喚起するんでするねやっぱり長いこと見てられるということも含めてだからそうするとそこから現れてくる一つの物語の中にやっぱりあの黒い雨ってのがあったっていうのは、うん、あのとても私は象徴的であの興味深かったですねだからやっぱりある意味で抽象の力というか、うんうん、いろいろなものを喚起させてくれる力でありでも本当にそれが。 あのいろいろな意味での豊かさをあの見る方にもたらすっていうのはあると思います。うんでしかもかっこいい。ねうん、ありがとうございます。<laughs> 大ねかっこいいって。うん、あでもフォースは本当に僕も好き好きな大事な作品ですし、うん、今年あの第一の芸術祭で発表することになって、はい、室内で、室内であの今こう新しい。 す新しいポンプの実験。<laughs> え、もっと高くなるんですか。<laughs> いえ、高さはそんなに場所が高くないので。ポンピドゥメスの時よりもちょっと低いぐらいなんですけど。あ,はい、あの。そうですね、ポンプは完全に。新しいものを選んで。今。稼働実験をしてます、ね。うん、だから、あの。ポンピドゥでも。あの、本当にジャパナラマで。まあ、あれはだから、六つの、あの島で。 まあ日本の70年以降のアートをあの分けてで最後がまあ,ある意味でモノハ的なマテリアルそしてまあミニマリズムっていうようなそういうセクションだったんですけれどもその一番最後にやっぱりナワコ持ってこれてよかったなと思うんですがやっぱり手前に高山さんとかあのそういうまあ堂々たるあのモノハの巨匠あのがいらっしゃるところで杉本さんとかまあ含めて。 だからそこであのく君が最後に、まあ、フィナーレを締めてくれるというところで、うん、あの非常にそれも印象的で良かったとと思いいまますすありがとうございます、うん、だから日本人のマテリアルに対する独特のストレートな感覚、うん、つまりあの自分で語らずに先ほど自分で物語をインプットしないとだけど「ものはもそうですよね」 あの作家の物語をそこにインポーズするリフレクスするんじゃなくてものそのものにダイレクトに語らせるというもの物派なんですけれどもあの今さっきの,そのずっと見続けていたしかもそのために6メートルの高さの小屋まで作って実験したっていう、うん、そのものを見続けるそのやっぱりあの一つの集中力とか関心というものが物の,の力を引き出していく。 だからものがストレートにやっぱり見るものに対して働きかけてくる強さっていうのをやっぱり生クの方法論とかプレゼンテーションで感じることができてそれはまさに、まあ、ある意味日本的というと、まあ、あまりにもこうローカライズしすぎなのかもしれないんですけれどもやっぱりその,あの、まあ、プラスアルファの,そのコンセプトを人間のコンセプトをものに対して無理やりはめ込めないことをせずにものそのもの力を解放する。 とといいうあの一つの美学なり方法論がきちんと継承されてるなと思いました、うん。なんかその天井に穴が開いてて床にずっとふ降り続けているっていう状態で、まあ、オイルがこう一本の筋のようにつながるんですけど、うん、それってもう,こうどうしようもない止められない状態じゃないですか。 でそれってそのこ,うこういう消費の社会とかあと、まあ、今、まあ、この100年ってもう石油の時代で石油がずっとかこう重油とかがずっとこう何十万トン毎日消費されてそれがなんか止められずにもうただそれを傍観し,してしまっているような状態だと思うんですよね。 その100年で、まあ、環境が変わってしまったり、まあ、いろんなこう無理が生じているんだけどそれってやっぱり突き詰めていくとその石油とかオイルがずっとこう消費されていての結果だと思うんですよね。うん、だからなんかそういうオイルが流れ続けて止められないしそのただ眺めてしまうっていう感覚自体も半分恐ろしいような。 感覚だと思っててなんかそううういいろんんな見え方がでできる作品だだと思うんですよ、うん、だから怖さはやっぱりそのあの静けさと圧倒的に物質的にこうピチャピチャ跳ねたりしないスムースさ、うん、つまり永遠にこの形で循環し続けるっていうか、まあ、循環ならいいんですけれども、うん、あの降り注ぎ続けるっていうあの感覚っていうのがだからあの特にそのドイツの場合はグローバーレっていうその今まあ20世紀 で21世紀の初めをどういうふうに見るかっていうグローバル化をどう見るかっていう大きな流れの中での展覧会だったんですけど、うん、もう一か所の展覧会でそのリセットモダニティっていうあの本当にその,あのまあある意味で非常に、まあ、今の状態に対して資本主義、うん、さっきのその石油の採掘に含めても。 あのブルーノ・ラトル先生が非常にクリティカルな展覧会をされていたわけなんですけど、うん、ブルーノ先生のところに大きな、まあ、石油に関する作品があって、まあ、あの世界の,あの石油の採掘所っていうことを、まあ、大きなあのディスプレイで示されたものだったんですがだからそういう意味でそれとよくすごく響き合っていてやっぱりあの大きな展覧会の,その文脈の中でもいろいろな発見のある作品だったなと思います。うん、そうでですねあれで<う> ポンピュメスがバンさんだったじゃないですかで今度あのセーヌ川のセガン島のバンさんの建築のところにあのシアターの横に大きなエーテルを作ることになって、ね、そうですか素晴らしい、はい、いつ頃できるんですかちょ,、えっと、ちょうど先週セーヌ市が発表してです、はい、それがでまあスムーズにいけばですけどね,うんね でもパーマネントになるんですね。そうです。やっぱりパーマネントってアーティストにとってすごい大事で、うん、あのテンポラリーな展覧会もいいんですけれども、やっぱりずっとそこにあり続けるっていうことは、その場所のコンテクストとか歴史の一部になるということなので、うん、あの本当に素晴らしいと思います。おめでとうございます。頑張ります。やっぱりあのキュレーターとしては、そのあのコロナの時期にね、それぞれのアーティストといろいろこう。うん あのオンラインで話しすることとかもあってアーティストが自分の中で内省的に、まあ、ずっとスタジオにいながらどういうことを作ってるのかな、うん、考えてるのかなってことはとても興味があったんですね。で名和の場合は、まあ、この前あの本当にあの「オラクル展」でご自分がコロナの間あの考えた展開ことを展開されていたんですけれどもそれとまあ同時期にあの明治神宮の,あの記念祭で、うんはい、あんなにまあすごい鳳を出すちゃらして。 まあ、そういうことも含めてちょっとその時のこう心境というか教えていただいていいいいただですか、うん、そうですね、まあ、あのコロナであの、まあ、ぶちょうどダミアン・ジャレット舞台の美術もこうやってたんですけどそういうパフォーマンスアートのプロジェクトが全部止まっちゃってで僕も海外にあまり行けない状況に、うん、去年になったのでスタジオで。 できるるだけややれこととをやろうとそれでペインティングとか新しいシリーズの彫刻っていうのもどんどんこう進めていってそれをあの一つの空間で体験的にあの構成したのが「オラクル」っていうジャイルで行った展覧会なんですけどその時もあれですねやっぱりあのうん自分が自分が それまでにやってきたプロジェクトの中の、えーまあ、一つ一つの可能性というかこの作品を作った時にこういう作品もできるかもしれないとかあとこの素材をいつか使ったらこういう作品ができるはずだって思ってた構想が、まあ、そういうコロナ禍における、まあ、自分の時間が増えたことで。 実現し、していったっていうのはありますね。うまく発光していったって感じですかね。うん、そうですね。あの、ブルーシードって言って、こう紫外線レーザーで。植物の種子をこう、描いて、で、消えていくっていう作品も。あれも実はシンセシスの時に。考えてたの。のやってみたかった。で、テストしてたんですけど。まあ、コンピューターのスペックとか、プログラマーが見つからなくて、できなかったんです、ね。なるほど。で、白木君っていうプログラマーが、うん。 やっぱりあのとの出会いによって実現したっていうでやっぱそういうさなんか作品の構想とかアイディアっていっぱいあってでやっぱりそういうふうに実現させようっていう意思と時間と場所があればもっともっとできるはずだなとは思いましたね。うん、いやあれは本当に素晴らしかったとても不思議でしたし本当にちょっと、うん、おおと思いましたね。う でその後あの明治神宮も見てもらったんですけあの華やかな <laughs> もう本当にねやっぱりいろいろご準備されていたにもかかわらずコロナでいろんな制限があってあのでもあの法によって随分あの本当に華やかさと、うん、あの記念祭にふさわしい。 あの様子が実現できたのかなと思います。本当に喜んでいらっしゃいましたよね。国、うん、の方たち。あの南新門に作品が入ることも初めてで、うんうん、そうですね。<で>そう聞いて驚きました。うん、百年祭の10日間だけの展示だったので、うん、あのその。 タイミングに見ていたたただけけの本当良かったんですけどねもっとこう延長して展示できたら良かったんですけどい、ね、<laughs> いろいろ、ね、話しましまたよね本当に10日間の、ね、短い展示でだけどすごく印象に残るあの自分の中でもあのルーブルのピラミッドってすごい大変なプロジェクトだったんですけど、うん、あの明治神宮の神門に作品展示するのも実は5年ぐらいかかっていろんな相談の中で行ったので。うんうんうん 同じぐらい大変だったなと思って。うん、いやでもやっぱりあの非常にさっき言ったオーガニックで未来的なディテールとそれからやっぱりあの神宮にあるシンボルにふさわしいあの品格っていうのが出ていてあの本当に未来的なあの本当にセレブレーションというかシンボルとしてふさわしい形になってたと思います。うん。だから見飽きない感じでしたね、うん、出ている。そうですね。うん と、その京都の物資とか、うん、その箔の職人さんたちとコラボレーションできたのも面白かったですね。うん、私は長くは本当に偉いなと思っていたのは、やっぱりそういう職人さんを応援するっていうことをなさっていてで、やっぱりあの仏壇のこともおっしゃってじゃないですか。はい、いろんな意味であの？ まあ、コンテンポラルな仏壇にそういう彼らの技術を投入していくことで、うん、あ,のある意味で若い人たちにもあのそういうものを自分の、ね、うち、ん、に持っていこうっていうやっぱりそういう普及につなげていくっていう、うん、やっぱりコンテンポラルな衣装があの若い人たちの新しい、まあ、生活習慣の一部になっていくっていうところで奈緒君がお あの機能していくっていうのはとても私は素晴らしいと思いました。うん、京都でね、あのサンデッチっていうスタジオをやってて、うん、だけど。京都でも、その伝統工芸の工房っていっぱいあるじゃないですか。うんうん、だけど、今まであんまり繋がれてなかったんですよね。うん、そうでしょうね。<で>本当に。すごいパラレルに。伝統工芸と現代美術って存在してて。そこがもう少しこうなんか連携するだけでも、新しいことが。起こるんだなっていうのは思いましたね。うん だからやっぱりそこにこう新しい需要を生み出していくっていうところが大事で、うん、つまりそれは新しい衣装であり新しいテイストでありっていうことなんですね、うん、新しいライフスタイルにもつながっていくそこはすごく寛容だと思います、うん、だからまあそういう意味でそういうことを応援するという意味で名和くんはあの京都でも若いアーティストをいろいろ応援するプロジェクトをされてるじゃないですかあのホテルもそうなんですけれども、まあ、ご一緒させていただいた あの京都造形のあのウルトラファクトリーでも本当に熱心にあの若い人たちをまああの応援したり指導してらっしゃるで奈和くんからよくあのこういうあの子がいるから見てやって見てやっててメールがザンザん来るのうるさいなぁと思いながら <laughs> あの見に行くんですけれども「<laughs> え和先生の推薦だわ」と思いながらまあそういうことも含めてあの本当に奈和くんが。あの 若い人たちをあのよく見てあの彼らを、まあ、どうやって伸ばしたら伸ばしてあげればいいのかなって考えている様子を本当に、うん、あのうえてそこら辺はどうですか？そうですね、うん、その今京都芸術大学に名前変わったんですけど、うん、あそうですね失礼しましたその,その、うん、結構あのそこで。 やってたウルトラプロジェクトっていうので1年生ぐらいの入学したての学生がサンドイッチに出入りしたり僕のプロジェクトに関われる関わりしろを作ってそのプロジェクトを一緒にやっていくと。でも僕たちも教えるっていうことが勉強になるからっていうことで今でもスタッフと一緒にやってるんですけど。 うん、やっぱり1年生とか2年生だった子があとこう大学院生とかになった時に賞を取っていたりあとは卒業後にもなんか自分がこう審査員してたらコンペで出てきてたりとかそういうなんか成長ぶりを見てると本当に楽しいなと思って、うん、ま教,え教えた回があるなって思いますし今その。 教え,る教えられるっていう立場だけじゃなくて結構もうクリエーションの世界ってフラットにつながり合ってるのでうん,、うん、なんかああいうふうにこうみんなが平場でものを作ったりなんかこうアイデアを練ったりリサーチして一つのプロジェクトに対してこう集まるっていうのは、まあ、新しい教育の形なんじゃないかなと思うんですよね。 うん、だから大学っていうのは一つの制度としてシステムとかコースとかっていうのはありますけどそういうものよりもこうプロジェクトベースでその物事が進んでいって、うん、でこのプロジェクトに対して必要な知識とかこう技量がこういうふうに必要だっていうふうにまあこう体で覚えていく。 まあそれって結構なかなか授業ではやれない教育だなと思って。そうですね。うん、だからやっぱり。 一つのまあビジョンとかあのゴールがある程度見えていてそれに対してじゃあどうやったらよりね、うん、素晴らしいものにいけるかっていうところでみんなが知恵を出し合う、うん、で,うでコラボレーションするプロセスってプロセスののの共有がすすごい大事でででよねそううのでそううんれれぞ違と思ダミアン・ジャレっていう振付師と、うん、あの森山未来君とか、えー、そういうダンスパフォーマンスの舞台ももう本当にゼ,ゼロの段階から。 スポンサーも何人もいないような段階から作るんですけど、ええ、それそのゼロから最後のアウトプットまで関わっている学生たちって後から思い出すとめちゃめちゃ面白いと思うんですね。と、ね、いうのは僕たちも初めてのことをやってるからなんかもう一緒に探すすしかないんですよねそれってこう洞窟を一緒に探検しているようなものだし一緒になんかこうダイブして。 発見できるかどうかっていう,こう挑戦をなんか共にしているっていう、まあ、そ,のそのスリリングな体験ってこうなんかこう決まったことを教えるっていう授業とは全く違う共闘関係ができると思うんですよね。だから やっぱりまあ、そういう意味では同じことの形を繰り返すんじゃなくて。次々とチャレンジをしていく、ということがとても大切かなと思います。うん、だから、やっぱりそれが若い人たちを励ましたり、興味を持ってもらったりする。一番大きな力になっていると思うんですけど、あの、何かアドバイスがありますか。うん、いや、でも、どうでしょうね。まあ、でも、作りつつ、作って、それを、まあ、見てもらうということを。 繰り返すっます、うんまあ、今の,その学生たち見てるとちょっとまあ慎重になりすぎるというか、うん、いろんな情報がいっぺんにこう同時に見れてしまって作り方とかこの人がこういうのを作ってるんだねっていうのを全部がこう均等に共有しているような状態で。うんうん 自分が入る隙がないって思ってしまうと作れなくなくっちゃううと思うんですよだからむしろその、まあ、完全に見ないでっていうわけにはいかないですけど自分の世界を掘り下げる方法とかその、まあ、ちょっと向こう水だけどもう飛び込んでこう潜ってみる。 っていうなんかこう、まあ、冒険心を持ってもらった方が新しい表現には行き着きやすいんじゃないかなとなんかこういろんなものを俯瞰して自分のポジションを探そうとしてもなんかこうなんというかねちょっと冷めちゃうと思うんですよね,すよねクリエーションに対して。うん、でそれは批評のし視点としてはいいけどアーティストってなんかもうちょっとこう。 衝動ってものを作っている方が面, <laughs> 面白いもの行き着くと思うんですよねなんかこう自分自身も分からないけどあの表現してみたらこれができてしまったっていうようなそのなんか危うい一歩が実は大事なんじゃないかなと思います。 当然今起こっていることに対してクリティカルの視点って必要なんですけれども、うん、あのそのクリティカルの部分を超えてもう一つ分からないところに行こうとする、うん、行くっていうのがあのそれがやっぱり未来を聞くっていう意味でのアーティストの一つの,あの態度だと思うので。うん、その相場でマジカルな部分とか 冒険の部分ががなななないとあの本当にアートがくくっっててししままうつ、えー、で一緒に搬送してるキュレーターも私はかなりまあ前に前に行って一緒にダイブしちゃうタイプなので、えー、やっぱりなかなかそのあのわくんみたいな一緒にダイブして楽しいアーティストがちょっと減ってきてるなっていうのはとても寂しい気持ちはいたします <laughs> だからといって突き落とすわけにいかないし一緒にダイブしなきゃいけないんで <laughs> ちょっとそこら辺のところを、はい、様子を見てるところですね,ね。着地点が見え 見えないままライブできるっていう勇気がいるんじゃないですかそうなの、その通りなんです。うん、結構えずっとそれやってきたんで、うん、はい。なわ <laughs> <laughs> くむそうですよね。そうですね。えー、うん、やっぱりあのそのあの六メートルの小屋作って。 <laughs> オイルが垂れ続けるのを見続けるっていうそのアホさ加減っていうのはちょっともうありえない <laughs> あのなかなかねそうでございますね、まあ、そういう話にやっぱりあのキュレーターはとても魅了されるんですね。<laughs> では今日はどうもありがとうございました。楽ししいいいお話聞かせててたただだきました今後も頑張ってください、うん